秦王が決する日にまた一日近づく。この酒、まさか、またか。出迎えはどうした？自分で言い出しておいてこれか？っていうか、ジョアンナもバードンも来てないみたいね。結局こうなったか。代わりの首などないぞ。このままでは。ちょっと落ち着こうよ。顔でも洗ってくる。うきゃー！死刑！誰か入ってくるとは思わず、ついに大声を。いや、なんでこんな風に鉢合わせる？わけがわからん。何かありましたか、バードン？いるし。すみません、凱旋者などに水浴びできる部屋があると聞いたもので、身を清めようと私ともどもお借りしたのです。先に私が浴びて奥の部屋で休ませてもらっていました。司祭として今日が最後の務めになりますから。そちらのニューラス氏が快諾してくれてな。だってよ、泣ける覚悟じゃねえか。逃げちまうこともできたろうによ。朝早くに来て清めの水掘りだぜ。三段見送るなんてよ、つい酒で紛らわしたくなるってもんじゃねえか。瓶の中身ほとんど減ってないぞ。お前こんな一舐めで潰れたのか。責めないであげてください。彼が話し相手になってくれたおかげで私も改めて覚悟が固まりました。あなた方を裏切って以前の私に戻りたくはないわ。罰である前にこれは私自身にとって必要な償いなのです。わかった、よく来てくれた。約束通り、時が来たらみんなの前で告白してくれ。正直、罪を悔いた今のあんたを突き出すことにはためらいもある。こっちだって正義の見つかりなんかじゃない。だがあんたには地位もあるし、大勢が集まる催しだ。見せ物みたいな理不尽にむごい扱いはされないだろう。すべて自分自身の言葉で語ってくれ。他に要求はない。ありがとう。あれ以来、心の霧が晴れたように、すっきりしている。不思議ね。霧が晴れた。お世話になったわ。なれるといいわね、王様に。ああ、そのつもりだ。王はともかく、悪党が玉座につくのを防ぐくらいはやるつもりだ。よし、なんとか準備は整ったな。あとは成功を信じるのみだ。お待たせいたしました。玉座をかけた栄えある王権協議会、これよりその第1回戦勇者品評会を開催します。出場者には仕留めた首を持って我が力こそ王にふさわしいと人々に示していただきます。後日2回戦の課題が発表された時点で顔石に顔があるもの、すなわち
支持率上位20名に残った者が1回戦通過となります。20名一度でそこまで奮い落とすのか。初戦くらいは食い込みたいところだが甘くないな。そしてご覧ください、審査員席にはオセアナ、モンタリオ両国の公主殿下を筆頭に豪華な顔ぶれが揃っておられます。おお、公主様じゃ。モンタリオ公もいるぞ。あっちの男の鎧は確か将軍のものじゃないか。そうそう、我らが正教からも皆様に大人気のあの方がいらっしゃっておりますよ。ご存知、全てを癒す奇跡の聖女ことレナ・シグネス様。聖女、どういう娘だ。穴暮らしで政治に疎くてな。天才的な魔法治療師だ。昔あったが、学生の時分からすでに王国一の腕と言われていた。いやあ、大した人気でいらっしゃる。一つ審査を務める心意気などお言葉お願いできませんか。え、急にそんな。こんにちは。この町は海の幸が美味しいですね。私海の生き物は好きです。研究しがいがありそうっていうか。そうだ、オセアナの東の海には怪物伝説があるとか。私すごく興味あるんです。ぜひ今度調査を。レラ様、脱線してきたのでその辺で。ともかく楽しんでいただけてるご様子何よりです。姉さん、人前で喋るのさすがにもうちょっと慣れなきゃ。あれで聖女なのか。まあ善人なんだなってのはすごい伝わった。他人より自分たちの心配だ。会場にルイは見当たらないが、きっと人でもよこして行方を見守っているだろうからな。さあ、いよいよ時刻となりました。勇者品評会、早速始めてまいりましょう。一番手はこの五人だ。我らが聖教府の総兵団長ギド様。無益な殺生とならぬよう大きいだけでなく食せる獲物にした。後で貧しき人々に振る舞うとしましょう。さすがギド様、ただ力を示すだけでない慈悲深いお言葉。出だしから民の心をがっちり掴んでいく。さあ、これを覆す者はいないのか。ここにいるぜ。おっと来た。2番手は打って変わってルイ派の旧先鋒、黒犬のグローデルだ。なんだその小さな首は。そう思っているか。俺は晩飯用の魚を釣ってきただけの誰かさんとは違う。こいつはな、あの恐ろしい人間の首だ。証拠はあんのか。そうだ、本当に人間なのか。バカを言え、よく見ろ。こんな顔の生き物見たことあるか。どうせ作り物じゃないのか。あいつ本当ダメね。人間なんて都会の市民がそうそう見たことあるわけないでしょ。はいはい、皆さん、おめごとはご勘弁くださいね。グローデル候補、ありがとうございました。下がってください。さて次ですが、あの大きさ、まさか東の海を荒らす例の怪物。仕留めた奴がいるのか。一体誰だ。
この美しい港町の人々を怪物が苦しめていると聞きました。私はただそれを沈めねばと思ったに過ぎません。力ある者の責務でありましょう。さすがフォーデン陛下は格が違った。もはや国の優劣を超えて感謝の声が巻き起こっています。フォーデンの獲物思った以上にすごいね。あれを超える印象なんて残せるかな。大丈夫だ。この熱狂を後出しされていたら何をしても帳消しにされたろう。幸運だったと考えよう。俺たちは俺たちの策を信じるしかない。さあこの苦しい空気の中やってきたのは異教からの刺客。仕留めた獲物は はい、ジュリアン候補、長いためになるお話ありがとうございました。さて、数多くの候補が登壇されましたが、いよいよ大詰め、次で最後となります。では来てくれたまえ、最後の候補者。あら、首はどこに。失礼、あなたはもしやマルティラのご領主ジョアンナ司祭様では。いかにも。彼が持参した首はこの私でございます。貴様、聖教の司祭が首とはどういうことだ。次第によってはただでは済まさぬぞ。俺からも言うことがある。そこの有事不足、貴様、極悪賞金首の灰ざめだろ。あやつが悪名高いあの有事不だったとは。助けてやったのに惚れては。黙れ。元騎士のくせに人さらいに手を染めた大罪人だ。そんなのとつるんでるやつは無条件で失格だろ。お待ちください、私から全てをお話しします。我が町マルティラを災難でいた数多の人さらい、その真犯人、大罪を犯したのはこの私です。城の地下で恐ろしい人間を飼い、その餌として自らの領民たちをさらっておりました。バカ、本当なのか。灰ざめ殿は私の計り事でその罪を着せられていたに過ぎません。マルティラの警備隊長であるこのバードンが全て真実であることを保証いたします。聞いての通りだ。そして彼がその人間を撃ち、拙者の濡れ衣とマルティラの闇を晴らしてくれた候補者だ。ゆえにこの私がクビなのでございます。これは衝撃の展開だ。こんな掟破りの首を誰が予想し得たでしょうか。そんなの信じられるか。偽物を連れてきたんじゃないのか。そうよ、それか言わされてるのよ。司祭様が罪を犯すなんて、そんな。さて、オーデン陛下はどうなさるのつもりか。私が偽物かどうかギド様ならばお分かりでしょう。全て真実なのだな。はい、陛下、そういございます。候補者よ、よくぞ真実を明らかにしてくれた。彼女への沙汰はどうか我らに任せていただこう。この場でか。お待ちください陛下。ありがとう。でも良いのです。罪深い私も最後に人々への告白の機会を得られて
身に余ることです。新たな王位、願わくばあまたの歪んだ偏見と因習を払い、どうか真実をもってこの国をお導きください。約束する。という幕切れでしょうか。最も大きな首がフォーデン様のものなら、これは最も重い首と言えるかもしれない。誰がこれを予想し得たでしょうか。あいつがまたしてもやるだろうか。面白い。バードンは足早に帰っていった。皆によろしくと。まあ噂が届く前にマルティラへ戻りたいだろうしな。フォーデン、大勢の目の前で即座に手を下すとは。自分に責任が飛び火しないようにするための苦し紛れさ。裏を返せば効き目があったってことだ。こっちだって人のことは言えない。注目を集めるために獣じゃなく人の首を持っていく。他でもない、俺が言い出したことだ。せめて託されたものを裏切らないこと。俺たちにできるのはただそれだけだ。悪くないよ、お前ら。人間討伐の傍らに立ち寄ったが、思いがけぬ見物だった。これなら名乗る価値あるね。俺はフィデリオ、あっちはバジリオ。ルイ様の懐が溜まったと思うな。新たに有事付属を加えたか。未だ全員が別々の種族。面白い。頼れるのは実力のみ。あなたのお考えと同じです。聖教の悪徳を暴くだけでなく、あえて生きたまま引っ立て民の前でフォーデン自身にむごい殺しをやらせるとはな。あれはそこまで仕組んだわけでは。いや、同じことでしょ。怪物の首より人を破滅させた方が目立てる、出世に利用できる、そういうことでしょ。別に悪を正しただけだ。聖教を敵に回すことを恐れぬわけか。無名の身であのフォーデンに泥を塗って見せたのは見事だ。聖教に惑わされる者らも少しは目が覚めただろう。ルイ様、そろそろ行きましょう。ちょっと今話の途中なんすけど。強い男は好きだけど残酷な見せ物は嫌い。私は空からの眺めの方が気分がいいわ。自分から不気味だったが、ここまで大物になるとは。気を引けたと思う。以前力を見せれば考えると言っていた。わざわざ声をかけに来たのはその答えだと思いたいな。ね、ルイ様からの伝言よ。近いうちに使いをよこすから、この町で待機していろ。個人的に興味あるかも。候補者のあなたに。ルイ様！おい貴様ら、今ルイ様が来ていたろ。どうした？え、帰ったけど聞かされてなかったの？俺たちも戻ろう。くそ、なんであのガキどもだけ。
ルイが使いをよこすと言ったのか。ついに部下にしてくれるってわけか。決まったわけじゃないよ。だが大きな前進だ。危ない橋も渡ったが、会話あったな。王子殿下をお救いする第一歩をようやく踏み出せた。設計図さえ奪えれば呪いを解く道も開ける。肝心の殿下の様子はどうなんだ。まだご無事か。さっき遠見の鏡を見た。相変わらず眠ったままだけど、調子は変わりなさそう。目当ての図のありかは分かっているのか。いや、だが暗殺の証拠にもなるものだ。身近に置くだろう。それに非常時のために残す図面なら近くにないと意味がない。ルイにとって一番身近な場所は。だったら外戦車だ。可能性は高い。入り込むのは骨が折れそうだ。使いをよこすと言ってきたんだ。待てばよかろう。そうね、連絡を待つとしましょう。ジョアンナ、あの田舎司祭も我が晴れの舞台でよくも聖教そのものまで泥に汚れたわ。しかも連れてきたのがエルダ族の候補とは。己不浄の種族、またしても私を煩わせるのか。妙案がございます。王権協議会の次なる課題にて聖教への忠誠心を競わせてはいかがでしょう。今や聖教は国教、国への忠誠心とはすなわち聖教への忠誠心であると皆に知らしめるんです。どのようにする。次なる舞台アルタベリー、聖教の本山とも言うべき町、捧げ物として神器を集めて来させてはどうかと。神器、異教徒どもが神の遺産とか言っておるあれか。神は二つもいらぬでしょう。巷はしばし我ら聖教の覚えをいかに良くするかで持ちきりとなるはず。芸家のご意向も自然と高まるかと。異教の土地では欲深な候補者どもが略奪を起こすであろうな。手を汚さずにそやつらの拠り所も奪えるわけだ。集まった神器は聖教祭の見せ物とするのがよい。我らの力と格を万人が知るであろう。玉座に着いた暁には元は聖教の遺物である、歴史の中で奪われたのだと新たに定め直してくれ。ゲーカ、その時にはこの私にもぜひ叱るべきくらい。分かっておる。そなたは今後も右腕として働いてもらわねば困る。容易に。お前も頭を下げぬか。すみません。思うところがあるのか。その危険もあるのではと。かの王爵も元は神器だという説があります。万が一王の魔法に風穴を開けるような予想外の神器が。そんな大それたものがあるならとうに見出されておるわ。余計なことは考えず、そなたは聖女であればよい。レラよ、王都に戻り私の指示を集めておくのだ。かしこまりました。新王が決する日にまた一日近づく。おう、ちょっといいか。昨日の晩ルイの手下を名乗るやつが手紙を置いていったぞ。本日獣たちの夜へ来られよ。だと。貴様いましだぜ。どっかの飲み屋らしいが、わかるか。薄暗い柄の悪い店だ。町外れにある。あんな場所にルイがいるとも思えんな。罠ってこと？私たちの狙いがバレたとか。
そうならあからさまな場所に呼び出さないだろう。もちろん安全なんて保証もないが、応じる以外の選択肢はどの道ない。俺は凱旋車で整備して待ってるからよ。ルイの凱旋車に乗り込むことになったら知らせてくれ。よし、獣たちの夜には俺たちだけで向かうぞ。急ぎましょう。なあ、やあやあ。さて、thank you.
ありがとうな。気をつけてな。
ざわざご苦労さん。あんたたちだけか。いきなり本拠地に通すわけまれだ。余興とでも思ってよ。しかしどう見ても普通のガキだ。人のことガキとか言えんの？兄貴をバカにした奴には弟の俺が分からせる決まりでな。兄弟なのか。しかもこっちが兄。マグナス兄弟って言ったらそこそこ有名になったかと思ったけど。いいよ、一回目だから殺さないでいてあげる。それにお前らの活躍は珍しく、ルイ様お前に伝わったしね。ルイ様に会わせる前に質問を答えてよ。今度はよく考えて喋らないと。知らないよ。お前さ、どんな王様を目指すって売り出したの？言ってみなよ。誰だって救う。なんだそれ。拙者のようなものでも救うという意味だ。はあ、ピンとこない答えだな。建前の話はいいだろう。全てはルイ様の目に留まるためだ。そいつは果たした。結果が全てじゃないのか。俺の質問にも答えてもらう。なぜルイ様の部下になりたい。本心を言え。聖教やフォーデンが気に食わないんだ。確かに連中は正義なんか語ってないよな。けどだからって司祭を大観衆の前で吊るし上げて人気取りに使おうなんて、お前らも人のこと言えんの？別に万人に好かれようとは思ってない。悪は正すよ、それだけだ。まあいいや、物おじしないそのクソ度胸は認めてやるよ。確かにお前らは結果を出した。グローデルみたいなとは違う。少しは使えそうだ。喜べ、兄貴のお許しが出たぞ。歓迎するぜ、神事。今んとこはな。エルダ族ならわかるだろう。少数種族の愚痴だ。世間の高い壁。ルイ様は俺たちの希望なんだ。あの方を王にするためなら何だってやる。今日はお前。おい、ルイ様は凱旋者カラドリウスでお待ちだ。妙な気は起こすなよ。上位候補を守る王の魔法とやらは大層強いぞ。刺客を10人くらい捕らえてルイ様が実験したが、全員あの魔法の鎖でくたばった。ついにルイの空飛ぶ矢城に入れるな。貴重な機会だ。できればルイと会っている間に誰かが中を軽く探れるといいんだが。私？こればかりは他に適任がおらん。なぜ一人いなくなったのかと言われてしまう。単独潜入とか責任重大じゃん。でも分かった。凱旋者に入ったら様子を見て別行動開始だな。どこだ？いい？
これは。本当かい？素晴らしい。よし。僕は、いや、どうやら大丈夫。すまない。らしいな。君の言葉はよく響く。さてと、重要な依頼だ。君だけが頼りだ。ようこそ。うん、期待しているよ。おや？また来るといい。いいか。どうやら
ここは美しい町だ。何より気風がいい。併合戦争の時代、ユークロニアはオセアナ海軍だけはついに破ることができず、名誉を捨てて大嵐の被災後を尽くしかなかった。連合王国となった今も力への誇りがこの町を生かしている。我が配下に入りたいのだったな。だが私から話はない。お前の最も知りたいことは何だ。私に問うのに答えよう。そのために呼んだ。そう来たか。どうやってフォーデンに勝つ気ですか。奴に死を与える。勝つのに必要だからではない。あの男と聖教はこの国の死病だ。切り裂いて取り除くほかない。候補者は王の魔法で守られるのでは。王とて神でも必ず方法は信念のある顔つきだ。手元に置けば役に立ちそうだ。老頭ともども私の配下となることを許そう。ありがとうございます。魔法瓶で作った心臓だ。トゲで指を切って血を垂らせ。同じ心臓に血を通わす忠誠の儀式だ。ああ、でも気をつけてね。もしお前に双心があれば腕元お分かりになるか。不安だ。それは恐怖と不安。人は常にそれに負けて道を誤る。制すのは力と掟なの。それが我が理想だ。無事みたいだな。揃って情けない顔。冗談だってのそんな面倒な仕掛け作るかい。8月の13日この町で夜会を開く。お前たちのお披露目の場となろう。認められた仲間内だけの会合のことだ。栄誉に思え。私の滞在する宿場で催すつもりだ。凱旋者の整備が必要でな。それまではお前たちも好きに過ごすがいい。ここだけ他と明らかに雰囲気が違う。入るには鍵が必要なのよね。できればこの先も調べておきたいところだけど。例の少年候補もう来てるのか。ちょうどルイ様に挨拶してるらしい。まさかこっち側に着くとはね。そのうちどっかで顔を合わすかもな。さ、俺たちは俺たちで見回りを続けるぞ。まずい、こっちに来る。どっかに隠れなきゃ。扉の先？まさかこんなところに通じてるとはね。見張りもいるし、いかにも怪しい場所ね。きっと設計図もこの辺に。誰か来る。あと少しなのに。あれって歌姫なの？何してんの？ジュナ様、どうなされました？今日ここに見張りはいらないって言っといたはずだけど。そうは言われましても、ルイ様の部屋ですし、念のための見回りと言いますか。いいから、今日は下で見張ってて。わかるでしょ。ほら、後でルイ様が来た時、あなたたちが外にいたら気まずいでしょ。ほら、親密なことだってあるか。私し、親密。バカ、野暮なこと言わすな。
失礼いたしました。すぐに引き上げますので。危ないとこだった。また人が少ない時を狙わないとダメね。急いで元に戻さなきゃ。あ、もう並んでた順番どうだっけ。魔法の術式、まさかあれが設計図。悔しいな、あの大きさ私じゃ持ち出せないけど、場所はこの部屋みたいね。ついにルイに認めさせたか。誓いを交わしたとなりゃ凱旋者も調べやすいな。だがガリカが心配だ。無茶を頼んでしまった。無事だといいが。どうやら杞憂のようだぞ。たった今。ああ、聞かなくても収穫ありって顔だな。当然でしょ。図面のありか見つけたよ。実物らしいものを見た。たとえあれがそうじゃなくても、あの部屋のどこかにあると思う。でかした。よくぞ見つからずにやり遂げた。例のジュナっていう歌姫がいてね、あの部屋多分ルイの私室だと思うんだけど、何してたのかな。ともあれ道順は分かったわけだな。まあそうなんだけど、ちょっと厄介かも。ルイの私室に行くには牽引区画ってとこを通って、そこから右舷廊下か左舷廊下を通る必要があるの。通るための鍵はそれぞれの持ち場の責任者が持ってるわ。さらにルイの私室に行くためには環境にいる代表者が持ってる特別な鍵が必要よ。要するに牽引区画、右舷廊下か左舷廊下、環境の3区画を攻略する必要があるわけだな。私室の前はいつも見張りがいるみたいだから、人が少ない時間帯を見つけないと忍び込むのは無理そう。人が少ない時間か。なら夜会の晩はどうだ。さすがに出払うだろう。お披露目だと言われたろ。我らがいないなんてわけにいくか。短時間抜け出すだけならどうだ。潜入経路を確保したり、人が減る時間を探ったり、前もって準備できることも多い。全て事前にやっておくんだ。当日はガリカともう一人だけが抜け出し、最短距離で盗み出して戻る。その役を誰がやる。耳のいい拙者か。いや、おそらく最善手はこいつだと思う。主賓を不在にするのか。相手はあのルイだ。誰がかけようが必ず気づく。そうと分かっているなら一番強い奴が行くべきだ。どうする。ほぼ単身潜入だが、やれそうか。やるしかないよ。君という奴は。まったくもう、次から次へと綱渡りばっかり。なら早速明日から下準備の潜入作戦始めなきゃね。今日は宿に戻ってゆっくり休みましょう。そういえば、ああ、なるほど。